NGT-8D はドイツの路面電車で使用されている電車。車内の大部分がバリアフリーに適した低床構造となっている超低床電車で製造企業の一つであるアルストムではスタディス200とも呼ばれている。この項目では NGT-8D と共通するデザインを有する付随車についても解説する。 側面図車体の片側のみに運転台を有する変運転台式の三車体連接車。流線形状の全面デザインを有する車体はステンレス構成で、設計においては顧客の需要に対し柔軟に対応可能なモジュール構造が取り入れられている。台車は前後車体に1機、中間車体に2機設置されており、そのうち前後車体に設置されたボギー台車は、 動力台車となっており、床上高さが高くなっている。その一方で、付随台車が設置された中間車体など車内全体の60から67%は、床上高さを 350mm、上高扉付近は 300mm に抑えられている。上高扉は、高床部分と低床部分双方に設置されており、全車は片開き、 校舎は両開きとなっている。車内の座席配置はクロスシートを基本としており、上校扉付近には折りたたみ座席も設置されている。運転室は客席と仕切りによって区切られており、内部には冷房機能を有する空調、人間工学に基づいて設計された運転台や椅子が配置されている。また、後方の車体にも車庫での運転に用いるための簡易運転台が、 設置されている。各動力台車には2機の水冷式誘導電動機が搭載され、VVVF インバータ制御方式を用いた制御装置によって制御される。制動装置には回生ブレーキが用いられており、制動時に電力を回収することが可能である。これらを含めた電気機器はマイクロプロセッサを用いた制御システムによって一括管理されている。 1994年の製造当初、NGT8D は開発元のリンケ・ホフマンによる製造が実施されたが、同社は1996年にアルストムに買収され、以降は同社の路面電車として製造が実施された。1999年以降は、アルストムが展開する路面電車ブランドのシタディスに内包され、シタディス200というブランド名が付けられている。 一方、開発当初から NGT8D の電気機器をはじめと、する一部部品は、ドイツワゴンバウが製造したものを使用しており、同社を吸収したアドトランツやボンバルディア、トランスポーテーションも、その契約を引き継ぎ一部部品の製造を担当している。1994年に、マクデブルクシデン向けの車両の生産が開始されて以降、NGT8D は2013年までに、 以下のドイツ各都市への導入が実施されている。そのうち、ゲーラ市電を除いた各都市の路面電車では、NGT8D のうち一部車両の後方に付随車を連結した総括制御運転を実施しており、輸送力の向上が図られている。s b 九 a 千 k 1 9 9 8年以降、NGT8D が使用されているダルムシュタット市電に向けては、 その導入以前の1994年から1995年にかけて主電動機が設置されていない同型の付随車である SB09 型がリンケ・ホフマンによって30両製造されている。これは路面電車の迅速なバリアフリー化を目的としたものでシャルフェンベルク式連結機によって NGT8D や従来の高床式電車との連結運転を可能としている。 主要書言は以下の通り、ありがとうございます。